ツイッターの方でね告知させていただいた通り、まあ恥ずかしながらね、私不肖みつみつニコニコ超会議の方にね、まあ来週の土曜27日でしたっけ、来週の土曜って27です、27日の方にの14時からかな、本当皆さんのお力添えあってでございます。でもうちょっとあれだよね、まずはあれですよね、この右上の画像はなんだっていう話じゃないですか。まずこれを一旦処理してからにしましょうか。あのね、超会議って出演者、超会議のホームページに出演者なんか一覧みたいなとこあるんですよ、超会議のホームページに。でそこのなんつうの、そこの出演者のとこって全部のブースの人が50音順でさ、あの書いてあんのね。だから僕運命のいたずらで三つ三つ水戸黄門ご一行緑川光さんっていう並びになってんのよ。これマジでコラ画像じゃないからね、超会議のホームページ見てみて、この並びになってるから、全部の出演者一覧みたいなとこに。本当に俺悪くないからね、俺がたまたま三つ三つって名前で三つ三つ水戸黄門ご一行緑川光さんっていう並びになっちゃったのよ。だ俺悪くないマジで。本当にだから水戸黄門ファンの大人たち、緑川光さんのファンの方々に申し訳ないんだけど、本当にたまたまなんだって。本当にだからこの出演者一覧みたいなとこ見た時やべえって思ったもん。うわやばいやばいやばいって、怒られると思って、なんだあの、マウスで描いた汚えウサギはって。超会議とか誰が出るかみたいなこと言ってたあの店が、まあそうね、そこまできついこと言ったかなっていう、なんかまあ出世したっていうあれでもないですけど、まあ超会議はなんかでもなんかすごいね、なんか陽キャの行くとこみたいなイメージはありますよね、正直。うん、陽キャの行くところみたいな。だからまあなんていうの、僕もちょっとお話いただいた時ちょっと迷いましたけどもね、私みたいななんかこうね、なんていうの、大きな石とかあるじゃん、大きな石とかどかしたらその後ろ、その裏にさ、なんか虫とかいっぱいいんじゃん、その虫みたいな もんじゃないですか僕って。そのね、超会議は遠いよ、でも僕も遠いっていう理由で断ろうとしたもん、断ろうとしたっていうよりは断ろうとしたというよりなんだろうな、どうしよっかなって思った。うん、だって僕ってまあ皆さんご存知で神奈川県在住じゃないですか。で超会議って幕張メッセ、どういう例えですか、まあだからそれぐらいなんちゅうの、日陰の中の日陰、幕張メッセかな、なんかわかんないけど、千葉県じゃないですか、つまりだディズニーランドのさらに先ですよね。だ僕とかで電車に乗る時間だけで2時間とかかかるんですよ。うん。幕張って遠いよ。電車に乗ってる時間だけで2時間ぐらい ?2 時間もかかんなかったっけな ?1 時間4、50分とか。だからそんぐらいのあれなのよ。うん。でさ、そうだ、この右上のさ、画像の話がもう一個あるんですけど、超会議の、まあ、出演の、まあ、そのね、オファーって言ったらいいんですかね、をメールでいただいて、まあなんやかんやって、まあ出させていただきますみたいな返事を送ったんですよ。したらもうちょっとこれ未だにちょっと飲み込めてない話なんですけど、三つ三つ井様のアーシャを提出いただけますかって言われたんだよね。アーシャと思って、アーシャってあれよね、アーティスト写真ですよね。僕アーティストじゃないよと思って、アーシャーと思って、でアーシャーって言われて俺提出したの、この汚いウサギだよ。本当にメールで一文添えたもん、アーティスト写真アーシャーっていうほどのもと呼べるものじゃないですけど、とりあえずツイッターなどでアイコンで使ってるのはこの画像ですけど大丈夫ですかねみたいな、本当に下から言って、したら向こうからアーシャの提出ありがとうございますって言われても、あ、これアーシャなんだと思って、アーティストでもないしこれ写真でもないよと思って、この緑川光さんのこの宣材写真みたいなやつがアーシャって言うんじゃねえの、俺のこれアーシャでいいのと思って、うん、
アーシャらしいです。だ今後だから僕のこの画像のことアーシャって呼んでください、ね、マウスで描いた汚ねえペイントのウサギだと思ったでしょ皆さん。アーシャです、アーシャこれそう、僕のアーシャですからこれよろしくお願いしますね。うん、こういうのってなんか綺麗なあれとかがいいのかなと思って、まあ、僕なんかでもそんなに多くないですけど視聴者の方にいただいたイラストとかねあるはあるんで、そういうの提出した方がいいのかなと思ったけど、普段のやっぱアイコンじゃないとなんかピンとこないんじゃないかなと思って、うん、あの水戸黄門とかの並びの中に三つさんがいるみたいな感じにならないなと思って。これあれですからね、僕が大学生の時使ってた、皆さん知ってますかね、ネットブックって知ってる？ノートパソコンでもないのよ。ノートパソコンのさらにしょぼいバージョン、ネットブックって知ってますかね。大学生の時に2万ちょっとで買ったネットブックで描いた絵ですからねそんなやつだよ。ネットブックでマウスでグリグリって描いて、あ、なかなか可愛いオリジナルキャラクターができたなって、でなんか保存してたの。もともとなんかインターネットで何か動画投稿をするときになんか使おうと思って書いたんじゃなくて、普通に暇だから書いたウサギなんですよこれ、ネットブックで。それがこれそれが今や水戸黄門ご一行の隣に。最後にだって公式放送出たのって、まあ、僕のカルトラウマになってるあのゲーム実況ゴッドですよね。あれ確か2年以上前だよね、2016年とかだったはずなんで、だから本当にね、超会議でもね滑ったらまた2年間やで僕はこの2年間本当に断ってたわけじゃなくて、本当に何のオファーもなくて公式的なものに出てないだけですからね。だからあのゲーム実況ゴッドで、まあ、まあ簡単に言うと滑ったから呼ばれてないと思ってますから、うん、なのでね、まあ今回はなんとか頑張りたいなと思います。前回も頑張ったんですけどね、頑張った結果空回ったっていう本当にね、まあそもそも1時間さよならガラパゴスってのはあの番組無茶だったんだよよく考えたら無茶だよね、公式放送で1時間さよならガラパゴスって。なんか他の人とか あってじゃん、なんか1時間公式持たす力なんてないって。そんなのそらアンケートで叩かれるわ。何ですか、あのゲーム愛がありますかみたいなアンケートあったじゃないですか。うん、で大体ねスタッフの人が言ってましたけど、 70% から 80% ぐらいなんかゲーム愛があるの方に投票されまして大丈夫ですよって言って、蓋開けたら 56% ぐらいっていうね、なかなか稀に見るアンケートの低さだったっていう。本当僕ぐらいですよ、獣フレンズ2の気持ちが分かるの。僕だけですよ世の中で、獣フレンズ2のアンケート悪くてかわいそうだなって思ってるの、自分を重ね合わせて。ケモフレ2アンケートゴースケドミツさん、おいさん、ケモフレ2結構大変らしいですね。まあ見てない僕が言う権利はないと思ってますけど、まあなんか結構あれなんでしょ、ワンの主人公のカバンちゃんのことを最後君だあれって言って終わるみたいなすげえ終わり方だよねドラえもんで言ったら、ドラえもんがのび太くんに対して君のことは知らないよって言って終わるみたいなもんだよってツイッターに書いてあって、おやったなと思って結構やりましたねって。そうそう、そこであれでしょ、なんかジャパリパーク流れるんでしょ、すげえよなそれ、うん、やりよったなと思って。監督があれ多分前と一緒でそれやったらまだなんか擁護の声ってあると思うんですよね、これ次回作へのまた振りなのかなみたいな、次回作でまた回収してみたいな。監督が違うとなると、もう単純にただの前の監督に対する嫌がらせじゃねってなるから、うんねえ、物議しか呼ばないと思うんですけど、ようやったよね本当に。なんかもう話がいろいろ散らかりましたけども、とりあえず超会議出ますっていう、来週ぜひ見てくださいませ。ませゲームでなんか対決するみたいな感じらしいので、まあ皆さんご存知の通り僕はゲームがね
あまり上手くないので割とすぐあっさり負けると思うので、まあ、僕の出城はそんなに多くないと思うのでね、よろしくお願いします。なんとかそのゲーム以外の部分で頑張ろうと思うので、そう、何のゲームかにもよるけどね、本当に。なんかカエルをどれだけ長い時間触ってられるかゲームとかだったら俺勝てるよ。俺子供の頃カエル死ぬほど捕まえてたから。うん、カエルどれだけ触ってられるかゲームとかだったら勝てるけど、どうせテレビゲームなんでしょマリオカートとかなんでしょ、知らんけど。で、今年町会議って任天堂協賛してないの？あ、もともと町会議は任天堂協賛してないんだっけ、党会議だっけ、あれは。なんかさ、女性の胸のカップ数当てるゲームとかじゃないでしょ、どうせテレビゲームなんでしょ。そういうのとかだったら勝てますけど、僕カエルだったら私ミツさんと優勝カップ数なら無双で、無双はしない。そんなに僕、そんな別に上記逸脱して胸好きってわけじゃないですから。